はい、どうもこんばんは、ゆっくり休ませていただきましたということでそんな休んでもないんですけど、今週の火曜からまあ今日もなんですけど、まあ今もなんですけど、ずっと雨降ってるんですよ。そう、雨降ってるんですけど、まあちょっと買い物に行ってきました。まあそんな高いもん買ってないんですけど、まあ何買ったかってまず僕10年以上前から、まあ、同じ香水しか使ってないんですよ。そう、エンジェルハートっていう、あ、レディースですよ。え、メンズ買わないのって？え、これ甘いんですよ、レディースなんで。僕甘い匂いが好きなんで、これずっともう10年以上前からそう愛用してる香水です。で、他には、パックですね、5、600円で、買えたと思います。そう、3回分で3枚入ってるんですよ、5、600円で。これね、ジェルって書いてあるじゃないですか。ジェル、ジュレだっけ？ローションみたいにさ、ベッタベタになるの。そう、それがまた気持ちよくて、僕これ、このパックを使ってるっていう。で、猫の日だからかわかんないですけど、なんかこういうのあったんで、携帯の充電器ですね。アダプタですね。これ。ね、僕犬の方が好きなんですけど、まあこれ可愛いなと思って買ってみました。まあ一応2つ買ってるんですけどね2つもいらねえだろっていう話なんですけど、いや万が一ね壊れた場合、僕数週間前壊れましたもん家で刺してるだけだったんですけど、なんで必ずストックは僕必要な人なんで、そう買いました。で、下着ですね、下着も買いました。皆さん下着って何つけてますというか、僕トランクスって履かないんですよ。トランクス下着じゃないと思ってるんで、あと、自慢じゃないですけど、僕下着は全てハイブランドですよ。はい、箱から出したばっかなんですけど、はい、エンポリオさんですね。アルマーニさんですね。こだわりは特にないんですけど、はい、ハイブランドしか僕履かないんですよ。はい、ドルチェ&ガッパーナさんですね。なんで笑ってるかって。あとは、あったあった。あ、ディーゼルさんですね。これ全部ディーゼル。はい。ディーゼルさんですね。可愛くない？ね。こんな見えないのになんで買うのって。あ、これ、畳み方合ってます。僕こうやって畳んでるんですよ。こうやって。ね。これもディーゼルでしょう。はい。こんな感じね。はい。そう。ね。ハイブランドの下着って、5000円から上じゃないですか。そう、5000円から1万未満なんですけど、あ、見えないのにって見えないからいいんですよ。そう、ハイブランド、例えば、エンポリオ・アルバーニとか、ドルチェ&ガッパーナみたいな、ハイ・カバンみたいな、そういうの大嫌いなんで。そう、見えないから、下着だけ、そう、ハイブランドを着用してるっていう。え、履き心地ですか？え、別に買わないと思いますよ。布なんで。はい、ということで、今日なんですけど、まずはじめに、5チャンネルから、こちらをどうぞ。ジョージみたいな、クソカスでも出れるのが、紅白っていうことで、ついにさ、バンダナもディスられたな、ディスられ始めたな。でさ、バンダナに言いたいのは、こちらをご覧ください。ツイッターやられてる方はご存知だと思います。4月でしたっけ？ 2 月でしたっけ？あ、2月か。3 days ですか？ 3 日間、北陸です。石川と、どこでしたっけ？富山と、新潟でしたっけ？を、まあ、レディースルームではなく、バンダナの、単独公演になるんですかね。まあ、対バンなんですけど。そう、回るらしいんですよ。で、これさ、バンダナさん、お前これ、大げさにね、こうやってね、ソールドアウトってね、出してると思うんだけど、俺さ、北陸の人間だからわかるの。ここね、ライブハウスじゃないからね。北陸にお住まいの方ならわかると思うんですけど、ライブハウス自体少ないじゃないですか。石川だとか富山だとか福井って。ですよね。ただでさえ少ないのにさ、これね、ライブバーみたいな。居酒屋兼、生演奏も見れますよみたいな。披露してますよみたいな。もうクソみたいな会場ですよ。あ、席ですか？え、11席ですよ。こいつね、ソールドアウトで出してるにも関わらず、俺調べたら、11席ですから。11席完売しましたって。よかったな、バンダナ。で、あと、残ってるのは、富山県ですね。富
富山県の、ミュージックバーアークってね、ここも調べました。調べたんですけど、もうキャパで出てこないですから。そう、ほんと狭いところですよお前さ、こんなところで5000も取ってんの誰が行くか知らないけど。で、最後は、新潟ですね。これなんていうもんですか？新潟バー 300W っていう、3000W か。ここもキャパ出てこないです。あの、居酒屋兼バーみたいな、何でしたっけ？義援金がどうのこうのみたいな。これもよくわかんないですけどね。義援金を持って、行きますと。皆さんから預かった。なんか、寄付みたいな。お前もゴミかけ。はい、ということで、まあ、バンダナに言いたいのは、まあ、以前にも言ったんだけどさ、こいつと一緒にやんない？こいつと、ケンバーと、ね、エクスタシー復活させりゃよくない？だから、クソジジイの指示がないと、俺は動きませんと。下僕だから。クソジジイの指示はないよ。だってよく考えて、利用したい時だけクソジジイは声かけるんだよ。だって紅白もそうじゃない？お前に声かけてね、XJAPAN のメンバーね、もう崩壊してるしさ、俺仲悪いから、俺一人ぼっちだから、頼んだよバンダナ、メンバー集めといて、で集まったのが紅白に出演したね、無名の皆さんなんですよね。俺聞きたかったんですけど、皆さんご存知なんですかね？あの、紅白に出演してた、アリスナインだとかさ、ベルサイユとかさ、プラトゥリとかさ、ね、このチャンネルでは、まあ、紹介してると思うんですけど、そんな、知らないですよね。何か代表曲何ですかって言われて、わかります？わかんないですよね。ねえ、だからさ、紅白に出演してた、ね、無名バンドってさ、そんな大きい会場でやってないでしょ。ベルサイユなら、アリスナインやら、プラトゥリはどうか知らない。活動期間長いから。まあ、それ以外の、なんかカメラでも抜かれなかったやつとかいるじゃん。でしょ？だからそいつら集めてさ、こいつとこいつとさ、エクスタシーでよくね？日本武道館ぐらい馬じゃないの？ルナシー連れて。と思うけどね。あ、なんでかって？信者死ぬかな？だって、年じゃん。俺ツイッターでさ、ね、クソジジイの信者のさ、ポストが回ってくるから、ちょっとプロフィール覗いてんだけど、ね、病気のやつ多いじゃん。病院通ってますとか、ね、今日もなんか薬もらいに行きますとかさ、検査入院ですみたいな。かわいそうじゃね。やってやってもよくね。クソジジイ抜きで。また、必要な時だけ、ね、声かかると思うよ。バンダナ、お前に。利用されるだけだから。ね、世の中ね、利用する側と利用される側。で、この二手の人間しかいないから。はい、ということで、バンダナの紹介は以上になります。で、次は、こちらですね。ご覧になられた方いらっしゃいますか？僕はメンバーじゃないんで、見ることはできなかったです。前回19日も、まあ、メンバー限定でしたよね。で、コメントで、森江さんとキーちゃんが、NG ワードになってたんですか？なんでだよ。メンバーじゃんって思いません？NG ワードってね。でさ、こちらご覧ください。ね、これもツイッターやられてからご存知だと思いますけど、これは何？最先端のおしゃれ。これさ、さすがに無理だぜ。ね、この、さらしみたいな、腹巻きみたいな、これとさ、ネクタイなしだったら、まあ別にいいんだけどさ、これダサくない？これがかっこいいの？なんでこれさ、裸にネクタイしてんの？ねえ、ほんとに。ねえ、まあ、ブランドでさ、商品ってまだ出てないよね。なんか発表されてます？例えば、このような服がね、ヨシキメゾンだっけ？で、新作というかさ、リリースしますみたいな、発売しますみたいな。なんも出てないですよね。ですよね。ねえ、これ真似しろって。あ、調べたんですけど、なんかクソ安かったですよ。あ、クソジジイ着用ではないです。そう、タキシードで調べたところ、こんな感じなんですか？これパンツと、なんか腹巻きみたいな。このさらしセットみたいな。
これダサいから嫌だわ、さすがに。まだね、このさらしとネクタイなしで、ね、中裸だったらさ、なんか、まあね、見れるんじゃないですか、まだ。と思うんですけど、この腹巻きと ネクタイって無理だわ。はい、ということで、クソズジーの紹介も、以上になります。で、最後なんですけど、バンド紹介します。で、ここ最近、ツイッターと、まあ、このチャンネルを、登録してくれてる方なんですかね、コメントの方、どうもありがとうございます。まあ、以前にも、まあ、紹介してるんですけど、こちらのバンドです。はい、ご存知の方と、誰こいつらみたいな。幻覚さんです。幻覚アレルギーっていう、まあ、90年代に、活動してた、バンドです。無名でしょって。メジャーデビューしてましたから。ですよね。鍵盤って僕言ってるじゃないですか。鍵盤は、かまいたちっていうバンドを、で活動してたんですよ。で、かまいたちが解散してからの、ボーカルとギターのバンドです。そう。幻覚さんっていう。まあ、幻覚アレルギーっていうバンドになります。で、今日は、この幻覚アレルギーっていうバンドを紹介したいんですけど、解散してますよ。97年ぐらいで。確か97年に一度解散してるんですけど、2000年以降に、2000年でしたっけ？復活してます。で、現在も、活動中、活動してるはずだと思います。で、早速、まあ、メンバーの方見ていこうと思うんですけど、その前に、まあ、とある方の、ポストを紹介しようと思います。こちらです。ケンバーの、まあ、去年のポストなんですけど、ちょっと読みます。幻覚さんよ、なんで30周年 DPS をやってくれないんだ、僕のロック30周年やってくれたよな、あなたの誕生日ライブやったよな、お客様は、それを待っていると思うのは、僕だけから、2年後、またオファーする、それまで頑張ってください、僕は、今週来週二刀流やってきますからっていうポストなんですけどお客様はそれを待っていると思うのは、僕だけかな。現場、お前だけだと思うよ。なんだろうな、ね、仲間に入れてやるよって僕思うんですけどね。なんか、現場嫌われてんの。ね、松浦さんにもさ、コメント取り上げてもらえなかったし。仲良くやりゃよくね。ね、幻覚さん。お願いだよ、ほんと、現場入れてやってよ。はい、ということで、幻覚アレルギーのメンバーの方見ていこうと思います。あ、97年でしたね。約6年間です。91年か97年まで、活動してました。で、メンバーは、2人、これ3名だったんですか。これドラム脱退してるんですけど、サポートギター、サポートドラム、その前がドラムはこれ正式メンバーなんですか。僕に、正式メンバーボーカルとギターだけだと思ったんですけど、違うんですかね。まあ、詳しい方お願いします。で、前身バンドは、かまいたちっていうことで、で、作品の見ていこうと思います。デモテープが、セカンドプレスを含んでの、3枚リリースされております。で、シングルが1枚と、ミニアルバムが、2枚、リリースされております。フルアルバムが、ありました。次ですね。アルバムが3枚と、DVD とオムニバスが、1枚に、参加してます。はい、ということで、今日は、幻覚アレルギーを、紹介してみました。おすすめの曲ですか？逆に僕をお聞きしたいんですけど、おすすめの曲ありますか？かまいたちのボーカルがもう、椎名さんが雑音じゃないですか。で、僕は聞けなかったんですけど、幻覚アレルギーってさ、僕が思うに、かまいたちからの流れで聞いてません？じゃないですか。幻覚アレルギーから聞き始めました。幻覚アレルギー大好きですっていう方って、僕の中でかまいたち知ってる方だと思うんですけど、違います。違うんですかね。だってさ、聞けないぜ。僕は演奏はかっこいいと思いますよ。そう、演奏はかっこいいと思うんですけど、これね、よくメジャーデビューできた、メジャーデビューできたのも、かまいたちの知名度があったからじゃないですか。かまいたちで人気あったからじゃないですかって僕は思うんですけどね。違うのかな。誰でしたっけ、ギターのカジーさんでしたっけ。カジーさんね、僕詳しくはないんですけど、ライブ映像は見たことありますよ。YouTube で。いいですよね、見せ方が。僕好きな
なんですけどね、再結成してから、彼だけさ、参加しなかったじゃないですか。なんでなんですかね。もう音楽業界からも引退したみたいな、そんな感じなんですかね。ツイッターも多分なかったと思うんですよね。幻覚アレルギーでは公式でしたっけ、はあったと思うんですよ、ツイッターの方では。まあ気になる方は、調べてみてくださいっていうことで、まあ曲の感想は、はい、今話した通りです。まあ僕は無理ですけど、どんな人がこれを聞いてるのか僕は分かんないです。はい、っていう感じになります。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。